まあ、こんにちはまあ「説」ってのがありますけどもねこの「伝説」ってやつがあるじゃないですかなんかその伝説ってあれですよねなんか自分でで言っっててる伝説ってなんかダサいですよね <laughs> でも人に噂されてそれがいつの間にか,なんか述べ伝えられてまあなんか本人も知らないところでね伝説になってみたっていうのはなかなか説得力がありますけどね、まあ、けど 吉さんと私がやってることってまさにこういうふうに考えてますよこういうふうに思ってますよっていうふうなまあある一定のね説を伝えてるだけですよねつまりはこ,うこれ伝説なんですよねでどんな伝説かっていうと「俺ってすごいでしょ」っていう伝説ではなくてあなたにそうなる素養があるんだよとでまさに私がね深夜にポストにお金が入っていたということをね何回か お話ししましたこれは私の体験からくる一つの説であって発信をしているとそれに対して価値を感じた人が頼みも知らないのにお礼をこうやってお金っていう形でね示してくれたりとかこの前もねしいたけが送られてきたんですけども超高級な椎茸ですよ本当にね1万円ぐらいするしいたけじゃないかなでっかいね黒い化粧箱に椎茸のこんなでっかいのがいっぱい入っててであの焼肉で食べたんですけどむちゃくちゃ美味しかったですね。 信じらられないかか美味しかったあのスーパーとかその百貨店で売ってないですね市場流通はしてないすごいしいたけですけどねでこういうものが送られてきましたよってのも私の体験から来る説なんですよ発信していると、まあ、そういう風に受け取って価値を感じた人がきちんと価値の価値のお返しを解消してくれるね情報に対して物っていうものを返してくれたり情報ってものに対してお金ってものを返してくれたり 逆にお金ってものを提供したら情報を返してくれたりとかもありますんでねそういったやり取りがあるよってのが、まあ、説でありそれを伝えていくことによってそれを受け取った人がね自分の考え方としてその説を受け取ったら今度はその人の説になるんですよねそしてその説があまた述べ伝えられるものとなりえー、おそらくね説がね質になるんじゃないかなと思うんですよ説が質にねこう考えていくと あのいろんな説を積み重ねていってあのクオリティですよね品質を高めていけばまさにね質になるんじゃないかなと思うんですよ品質にね品物の高い価値その中身質です価値とはちょっとねあのイメージが違うんですよね質ってやつですよね今回はだから質ってものを成り立ちちょっと見てみましょうか という字の意味成り立ちですよねこちらの方を見てみるとねなんか勉強になることがあるんではないかなと思いますねえ質ってのはちなみに質とかね質の七というらしいですねで訓読みってのはあんまり知られないんですけども元とかね取るとかね助けるっていう風に読むらしいですねいやこれ知りませんでしたね で、元とか元っていうのは根本にあるものとか中身とかね根本とかね太刀とか、うん、性格のことですよね性質とかそれから正すとか問いただすとか質とか抵当って意味があるらしいですね、うん、で質の階の上に書いてあるこういうのをね金って読むらしいですよパンが1金2金って読みますけどもあれですよね金は重さを測る測りに用いた斧のことらしいですね、まあ、斧で測りを測ったということですで、質は 金ががつ、重さが等ししいいことを表しているでそしてそれに貝お金ですよね下に貝っていのが書いてますからそれを照らし合わせて A の在価と匹敵する高いの中身の詰まった B の在価を表すということなんでまさにその質っていうのはねあだんだん分かってきたななるほどこういうことだったのかっていうふうに思うんですよ多分私の話を聞いただけではあのウグイスパンを食べたら売り上げが上がったとかね あのずっと動画放送したら深夜にお金が振り込まれていたみたいなっていうのはこれは聞いただけでは何それって感じでその出来事と説とですね自分の説とがこう釣り合いが取れてなかったんですよでも実際に同じことをやってみたら同じ結果出た時にあ本当だったんだってことでこう質がね釣り合いが取れていってバランスが取れてまさにあの話と説と品質がイコールになった瞬間だと思うんですよでも中にはですね 話を聞いただけでその中の品質が見抜ける人がいていわゆる目利きができる状態ですよね。まあそういうことってあり得るよねって。俺にはなかったけどもでもそれが大いにあり得るってことは分かるよみたいなね。そういうふうに感じることもできるんじゃないかなと思います。世の中にはたくさんの質があっていろんな説があります。でもそれが本当に艶の取れたものかどうかそれを見抜けるかどうかっていうのはねまさに自分のまさに品質になってくるんですよね。 自分がどれほどのクオリティを持っている人間なのかそれは一見嘘に見えたものでもその中から真実を見出す力そして真実に見える,見えるんだけども実際はまがい物だったっていうねパチモンだったというものがちゃんと見抜けるかどうかあつまりビジネスを重ねていくと変な詐欺ビジネスには引っかからなくなってくるってことなのかなと思いますね今回は質ということでねお届けしてみましたね、質ですよね、うん、感じてやっぱりいろんな物語を 一つの文字に込めたそういったストーリーが入ってるんですねでは行ってらっしゃい